あ、出るわ。ねえ。ねえ。シャーリー、あの、ワクワクしちゃった。ねえ。ちなみに、最近さ、ずっとさ、うん。あの、俺アポの切り抜き見てっからさ。あー、お前も俺アポっちゅうか。友達といえど許せないよ、それは。マジで、マジでちょっとね、うん、俺アポ見てるわ。めっちゃ見てるわ。許せないね。すごい好き。いや、許せないって。めちゃくちゃ好き。いや、私、俺アポアンチだから、私の前で俺アポの話しないで。マジで好き。いや、もう、言ってんじゃん。お前、俺の話聞いてないだろ。マジで好き。うるせえな、お前。マジで良い。ダメだって言うなって言ったんだろ、お前の前で。やばい、好きなんだよな。私の前で俺やっぱり話をするな。そう、俺やっぱアンチだから。だから、ふみやはそのひなのがね、他を男に捉えてることに対して、こう許せないという気持ちを持ってるから。いや、もう切り抜き見てもう最高にこうニヤニヤしちゃうもんね。俺は目の前で俺やっぱあれさせマジでニヤニヤしちゃう、切り抜き見て。いや、まあ、マジで煽んだぞ。煽ってんだろお前。どうしよう。でもなんか V 最強のうちらのチームのコーチがカビトさんになったら、目の前で俺やっぱリアル俺やっぱでしょ。むしろなってほしいなぁ。カビトさんコーチになんないかなぁ。でも真面目に話は聞くと思うし、なんかすごい、カビトさんありがとうございますって気持ちになるけど、目の前で俺やっぱ展開されたらまた話は別だよね。その時どうしたらいい？だって切り抜きしないに見たやつあれだよ。ひなのさんがさ、カミトさんに、なんだっけ、なんか、引っ越しがどうのみたいな話した時に、ひなのが、うん、一緒に住むつって、カミトさんが、うんって言ってたシーン見て、うわうわうわひどいね、すごいね、めちゃくちゃ興奮した。めちゃくちゃ興奮した。オタクだよ。最高みたいな、ウキウキしちゃった。どうする、目の前でそういうやり取りされたら。大声で静止するしかないよね。うわーって。しないで、もう静かにニヤニヤしながら、あ、続けてもらってってなっちゃうわ、ちょっと。いや、もうください、もっとちょうだい、そういうのってなっちゃう。やめろーって言うしかない。でもなんか、俺アポに切れてるセットミヤの切り抜きをその神戸さんが見て、なんか、うん、ちょっとなんかこう鼻で笑われてて、うん、なんか余裕を見せつけられて、ちょっといや頭に来たわ。もう神戸とか言おうと、もう拳でもう拳で殴ってやるわ、ほんま。でも私ね、うん、神戸さんと話したことないんだよね。そんなに全然ないの？いや、もう一回もないよ、切り抜きでのやり取り。ひなりゃん、あれだよ、俺アポの切り抜きめっちゃ見てるけど、二人とも全く話したことないよ。ツイッターフォローもしてないし、ただ俺アポめっちゃいいって切り抜きだけ見て。ただのオタクじゃん。フォローもしてないのが一番おもろいよ。いやいや、あまりにも俺アポが定点すぎて、ゴリラちゃんがさ、ほら、幻影旅団っていうなんかグループみたいなのじゃないですか。なんかゴリラちゃんに切り抜きのリンク送って、俺アポめっちゃ定点です、以上です、失礼しましたっていうチャット送ったもん。ただのオタクだね。